ただいまから安倍内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに総理からご発言がございます。皆様からのご質問はそのご発言の後にお受けいたします。それでは安倍総理お願いいたします。冒頭、今般の台風24号により亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、被災されたすべての皆様にお見舞いを申し上げます。この夏も自然災害が相次ぎ、全国で大きな被害が発生しました。新しい体制の下、政府与党一丸となって復旧復興をさらに加速してまいります。子どもたちを守るためのブロック塀の安全対策、熱中症対策としての全国の公立小学校、中学校へのエアコン設置も緊急に進めなければなりません。この後の初閣議で補正予算の編成を指示いたします。集中豪雨や台風の多発、被害の甚大化など近年の急激な気象変化を踏まえ、防災減災、国土強靭化のための緊急対策を3年間集中で講じていく。新任の山本順三防災大臣には早速対策の取りまとめに着手してもらいます。石井国土交通大臣と力を合わせながら、これまで国土交通副大臣や政務官としてインフラ整備に携わってきた経験をフル活用し、強靭なふるさとづくりに全力で取り組んでいただきたいと考えています。さて、歴史的な皇位の継承まであと半年余りとなりました。その直後にはトランプ大統領、プーチン大統領、習近平主席、各国の首脳をお迎えし、日本で初めての G20 サミットを開催します。その翌年にはオリンピック・パラリンピックが半世紀ぶりに東京にやってきます。まさに歴史の大きな転換点にあって、今こそ日本の明日を切り裂く時である。先般の自民党総裁選において、私はその先頭に立つことをお約束しました。平成のその先の時代に向かって、新しい国づくりの力強いスタートを切る。そのために本日、党役員人事、内閣改造を行いました。この5年9ヶ月にわたる経済政策、外交政策など政権運営の骨格はしっかりと安定感を持って継続していきたいと考えています。二階幹事長、岸田政調会長には今後とも党にあって政権の土台をしっかりと支えていただく考えです。これまでもさまざまな形で安倍内閣の土台であった加藤さんに総務会長、甘利さんに選対委員長を務めていただきます。政府においては経済政策の中核である麻生財務大臣にデフレからの完全脱却を目指し、引き続き全力投球していただきます。菅官房長官にはこれからも政府の金目としてリーダーシップを発揮してもらうと同時に、政権の最重要課題である沖縄の基地負担軽減、そして拉致問題を担当してもらいます。歴史的な米朝首脳会談以降、北朝鮮情勢が大きく動く中、安倍内閣の総力を結集して最も重要な課題である拉致問題の早期解決を成し遂げる決意であります。河野外務大臣には地球儀を俯瞰する視点で一層積極的な外交を展開してもらいます。世耕経済産業大臣には、全国の中小長規模事業者の皆さんの生産性向上に一層積極的に取り組むと同時に、ロシアとの
経済外交を引き続きリードしていただきたいと考えています。我が国が直面する最大の課題は国難とも呼ぶべき少子高齢化です。これに真正面から立ち向かい、すべての世代が安心できる社会保障制度へと改革を進めていく。今回新たに全世代型社会保障改革担当大臣を設けました。茂木大臣には早速未来投資会議において人生100年時代を見据え、生涯現役社会を実践するための雇用制度改革について検討を開始してもらいます。その改革を実行していく厚生労働大臣はかつて厚生政務次官も経験した根本大臣です。第二次内閣発足時に復興大臣として霞が関の縦割り打破に強いリーダーシップを発揮した。その手腕でこの大改革を牽引してほしいと思います。来年10月から幼児教育の無償化、来年4月からは真に必要な子どもたちの高等教育の無償化を実現する。安倍内閣は未来を担う子どもたち、子育て世代に大胆に投資してまいります。文部科学大臣は柴山さんにお願いしました。私が官庁時代、自民党として初めて候補者の全国公募を行ったとき、選ばれたのが柴山さんです。真面目で熱血感、弁護士として培った経験も生かして、全くしがらみのない、まさに国民目線で教育行政の立て直しに当たってもらいたいと考えています。今回は適材適所の考え方のもと、これまでで最も多い12名の方が初入閣となりました。若手からは山下法務大臣です。当選はまだ3回でありますが、検事出身で、これまで法務政務官を務めてきました。外国人材に係る新しい就労資格の創設など、課題山積の法務行政を若い行動力で前に進めてほしいと思います。総務大臣は和歌山県の海南市長も務めたことがあり、地方自治に精通しているベテランの石田さんにお願いしました。オリンピック・パラリンピック担当大臣は2020年の招致決定直後から文部科学副大臣として組織委員会の立ち上げなどに携わった桜田さんです。内閣府の政務官や経産副大臣、国会の厚生労働委員長や地方創生特別委員長など幅広い経験を重ねてきた渡辺大臣には、前省庁の司令塔である復興大臣としてその総合力を発揮し、東日本大震災からの復興、福島の再生をさらに加速してほしいと思います。環境大臣は原田義明さんです。旧通産省の出身で、通産省時代公害行政を担当した経験もあり、党の外交部会長や衆議院の外務委員長を歴任した国際派です。そうした知見の上に、地球温暖化、海洋プラスチックごみなど国際的な課題に当たってもらいます。